6月21日木曜。え？今日も葵っち休みなの？らしいね。何かあったのかな。あれから5日、泉は学園を休み続けていた。魔法祭に向けて生徒会役員は土日ともに出なければならないのだが、それも泉は来なかった。帝道先輩の話によると体調不良らしい。季節の変わり目でもあるし、それで体調を崩したのかもな。ならいいんだけど、メッセージぐらいは送っておこうかな。それにしてもやること多すぎでしょ。どんだけ私たちを働かせるのさ。でも一応できる範囲ではあるだろ。それがムカつくの。ギリギリできるレベルと作業量を用意してくるあたり、程度節下の性格の悪さがにじみ出てる感じ。そう言いながら手を抜かないのはエリスのいいところだと思うぞ。ま、これは私だけの責任じゃないからね。私一人で済む問題ならとっくの昔に逃走してる。それはそれでどうなんだ。さて、私は私のやることをやりますか。私も今日中に15の団体を回ってこないといけないから行ってくるね。ああ、何かあったらすぐに連絡してくれ。じゃあ一人じゃ寂しいから一緒に来てくれる？寂しくなさそうだから一人で頑張ってくれ。もう桜井くんは相変わらずガードが固いな。そう言いながらも姫野はどこか嬉しそうに微笑んで生徒会室から去っていった。嘘を見抜かれて喜ぶなんて相変わらず姫野の考えてることはわからん。一応そうからも葵っちにメッセージ飛ばしておけばいいんじゃない？こういう体調が悪い時って一人だと心細いだろうし。そうだな、そうしてみるか。うん、なんだよそのニヤニヤした気持ち悪い笑い方は。気持ち悪いって何さ。私みたいな美少女に失礼だと思わないの？ポンポン。さらに気持ち悪さが増したから口を開かないでくれ。いつにも増して私の扱いひどくない？どうせ葵っちと何かあったんでしょ。どうしてそう思った？答える際に一瞬迷ったでしょ。こういう誰かを心配するときにそうは迷わないし、いつもなら私に言われる前に葵っちへメッセージを送ってたと思うし、伊達に相棒5年目に差し掛かろうとしているわけじゃないのだよ、ワトソン君。お前がホームズって回答がばっこしそうな世界になりそうだな、おい。ま、何があったかまでは聞かないけどさ、相談相手は隣にいるってこと忘れないでね。ああ、その時は頼む。二人で拳を軽くぶつけ合わせ、エリスは作業に戻っていった。ポケットからスマホを取り出し、泉へメッセージを送るために指を動かしていく。桜井宗一郎だ。体調の方まだ悪いのか？はい、まだ少し熱がある感じで。そうか、無理して出なくてもいいが、みんな心配してる。先輩もですか？当たり前だ。早く良くなってほしいと思ってるよ。ありがとうございます。私は大丈夫ですから。もどかしいな。レッドラインは文字には適用されない。文面だけ見ると、ごく普通に具合が悪いだけに見えて思えてしまう。だけど俺の勘は泉が何らかの嘘をついていると告げている。今日にでも見舞いに行くべきか。ならその前に私の方から話があるのだけど。耳元で囁かれ、慌てて振り返った。そこには俺を驚かせたことが嬉しいのか、満面の笑みを浮かべている生徒会長様がいて、心臓に悪いのでこういうことはやめてくれませんか。つまり次は甘噛みをしてくれた方が良いと？冗談よ。ちょっと桜井くんに話があって。私についてきてくれないかしら。ここでできないような話なんですか。ええ、泉さんのことについて少し。それで泉のことで何か。授業が終わった後の空き教室、椅子に座りながら机を挟んで帝都先輩と向き合いながら問いかける。桜井君に尋ねたいことがあって。俺にですか。あなた泉さんと何かあったでしょ。その内容を俺に話せと。ええ、話が早くて助かるわ。残念ながら期待には応えられません。そう、なら私からは桜井君に問いたいことと、そして伝えたいことが一つずつ。あなたは解決方法があるならばすぐにでも動く人間よ。それを5日もの間動かなかった。それは自分自身で判断がつかなかったから。違う？帝道先輩の読みは当たっていた。俺は泉の頼み事を断ったのが気まずくて、彼女を無意識のうちに避けていたのだから。会ったところで何を話せばいい、どういう言葉をかけてやればいい。彼女の頼みを聞かなかった俺には一体何ができるというのかと。私はあなたたちのことを応援しているわ。私にとってあなたも、そして泉さんも大切な人間なのだから。帝道先輩の言葉に嘘はない。心から俺と泉のことを心配してここに呼び出したことが伝わってくる。この人はずっと泉をそばで見続けてきた。それこそ俺以上に付き合いも長いし、彼女の尊敬する人間の一人でもある。だからこそ泉がただの体調不良ではなく、俺と何らかのトラブルがあったことを見抜いたのだろう。もしかしたら帝道先輩ならあの言葉の真意を理解できるかもしれない。それが今の泉の体調不良と関係があるのなら、ここは恥ずかしさを忍んで話すべきなのだろうな。誰にも言わないと約束できますか。もちろんよ。他の人間には話さないことを誓うわ。実はなるほど、泉さんらしいといえば泉さんらしいわね。分かったんですか。ええ、簡単な話よ。すべては自尊心を回復するための行動なのだから。確かに今の泉は失敗して自信をなくしているかもしれません。ですけど今までにも多くはないにしろ失敗したことはあるのでは。人は誰であっても失敗はあるもの。もちろん泉さんもその例には漏れなかった。ならその見解は違うのでは。いいえ、今回は状況が違うもの。彼女は何よりあなたの前で失敗した姿を見せたくなかったのよ。俺に？泉さんは桜井君に失望されたと思ってる。だからその反動であなたに認められることを望んだのでしょうね。それだけあなたの存在が彼女にとって大きいものだったのよ。好いている人に異性として魅力があることを証明されたら嬉しいとは思わない？俺は泉に償いたいと願っていた。それなのに俺はまた彼女を傷つけてしまったというのか。だが愚直に泉の願いを叶えることが本当に正しいことだとは思えない。一応それ以外の方法で泉さんを立ち直らせることはできるわ。ぜひ聞かせてください。それは桜井くんが泉さんに愛をささやくこと、そして恋人同士になること。それはでもできない。それが自分自身で定めたルールだから。嘘をつかない、それは無数の嘘を見抜いてきたからこそ導き出した自分への戒め。それにあの時のような過ちを繰り返してはいけないから。あの子は抱え込んでしまう性格よ。このまま放っておけば間違いなく潰れてしまうでしょうね。だから俺に泉をだけと。それ以外の方法があるのなら別よ。言葉だけではなく行動を伴って彼女を立ち直らせるやり方があるのなら。だけどですけど、それは単に逃げ道を作っているだけじゃないですか。怪我人を治療するのではなく応急処置をしているだけです。いずれボロが出てしまう可能性が高い。ならあなたは目の前の怪我人を放置して自然治癒に任せると。俺はただ、そもそも泉さんに応急処置ができるのは世界でたった一人、桜井くん、あなたしかいないのよ。とはいえ私も無理強いはできないわ。生徒会長として本当はこういうやり方いけないことは理解しているのだから。ただそれだけ泉さんには期待しているの。帝道先輩だから、最後の判断はあなたに任せるわ。桜井くんが泉さんをどうしたいか、どうなってほしいのか、それを一番に考えることね。そう告げて帝道先輩は教室から姿を消した。俺はどうすればよかったんだ。それは1年前の自分への言葉なのか、それとも5日前の自分への言葉なのか。それすら今の俺には判断がつかなかった。